女体残古墳、八島塚古墳、三津塚古墳は、大阪府藤井寺市道明寺にある宝墳山期の総称。中山塚古墳、八島塚古墳は、宮内町により、中津姫命中津三両の倍長に事情され、女体残古墳は、国の史跡に指定されている。八島塚古墳と中山塚古墳の間の集合から、修羅と呼ばれる木製のソリが出土したことで有名。なお、 この3期の古墳の築造時期については議論がある。なかつ、山古墳の南東の集合外定に接して東西に並んで存在している3基の古墳で、八島塚古墳と中山塚古墳は一辺50メートルの古墳であり、もう1基の除体山古墳は一辺35メートルの古墳である。除体山古墳は他の2期の3分の2の平面規格を持つようで3。 古墳とも同時に築造されたと考えられる。集合の幅は除体山古墳の北側と西側のみ10メートルで、その他の山墳を取り巻く部分では15メートルである。また、八島塚古墳と中山塚古墳の間は20メートル、中山塚古墳と除体山古墳との間は15メートルである。堀を含めた山墳の総規模は、東西195メートル、南北80メートルである。 一つの集合内に三基の古墳が並んで存在しているわけである。大修羅、大阪府立地勝明日香博物館展示。小修羅、藤井寺市立図書館展示。1978年春、八島塚古墳と中山塚古墳の間の集合帝から大小二つの修羅と呼ばれる木製のソリが出土した。これらは赤ヶ氏族に属する自然機の 二股に枝分かれする部分を溶剤としている。王行のものは全長8.8メートル、頭部先端を尖り気味に髪型に反らせ、先端から1メートルのところに幅23センチ、高さ17センチの引き綱を通す、えつり穴を合ち、約2.2メートルのところから上部を平坦に加工し、2に乗せる部分を形成している。2本の足の側縁には、各6箇所に斜め穴を開け、 に綱を通したり、引き綱を止める施設としている。小型の修羅は、大行の修羅の南端に一部重なる状態で、出土している。全長2.9メートルを測り、先端から25センチのところにズナを通す横穴を開け、上面が平坦面をなすのは、大行のものと同様である。また、これらの修羅を動かすのに用いられたと思われる手こぼも、出土している。 シュラの使用目的については、付近の古墳の石管や、石室の大型石材の運搬に使用されたものと推定される。時期については、共犯異物が知られていないので断定できないが、集合毎度が6世紀のものであることから、シュラも同時期と考えられるが、他の類例から7世紀頃とする見解がある。その後、出土した大小二つのシュラと、テコ棒は十五年かけて、 保存処理がなされた。現在、大行の修羅とテコ棒は大阪府立地下津アスカ博物館に保管展示されており、小型の修羅の方は藤井寺市立図書館に保管展示されている。2006年6月に大将の修羅とテコ棒は国の重要文化財に指定されている。三鈴鹿古墳の築造時期については、従来から埴輪が採集され、 女体山古墳墳長部には石材が露呈しており、これが縦穴式石室の二石と考えられ、すぐそばに存在する五世紀前半の中津、山古墳の倍長と理解されてきた。また宮内庁も、八島塚古墳と中山塚古墳の二期は、中津姫井の治療の倍長に指定し、管理している。しかしながら、中津山古墳が主軸を南西から北東に向けるのに対し、 三鈴鹿古墳が東西に並ぶことからそれを疑問視し、最近では7世紀の築造とする説もある。その根拠は、軸方向が異なること以外に、従来、縦穴式石室の付帯紙とされた石材が、平坦面四方に面取り加工を施し、終末期古墳に酷似している。また、石材もこの付近の終末期古墳に使用されている。 二条山の牡丹ン山産業界岩であることなどである。除体山古墳に関するカテゴリ中山塚古墳に関するカテゴリ矢島塚古墳に関するカテゴリありがとうございます。